栗山千明、栗山千明さんは女優としてキャリアを重ね、映画やドラマに引っ張りだこです。デビューしたのはなんと5歳の時で、子役時代から活躍しているんですよ。年齢を重ねてもその美しさは変わらず、むしろどんどん綺麗になっているとの噂です。それでは今回は、栗山千明さんの美しさや若い頃、子役時代まで深掘りしていきたいと思います。栗山千明のプロフィール、愛称、千明様、本名栗山千明、生年月日、1984年、昭和59年。10月10日、身長、162センチメートル、出身地茨城県土浦市、最終学歴日本音楽高等学校卒業、所属事務所フリー、牧師、栗山千明の現在が美しい。栗山千明は若い頃から美人。子役時代はモデル可愛い画像を紹介。整形の噂はエラの変化から、栗山千明の現在が美しい。女優として、出演作品を増やし続けている栗山千明さん。2024年現在で、なんと40歳を迎えます。美容雑誌に登場することもあり、本当に美しいですよね。40代になられるとはとても驚きます。そんな栗山千明さんですが、年々綺麗になっていると話題です。それでは現在のお姿を見てみましょう。実は2020年にこれまで所属してきた事務所、スペースクラフトエンタテインメントを退社。フリーとして活動していくことになり、X のアカウントを開設。リアルタイムで栗山さんの活動やお姿を拝見することができるようになりました。最新のポスト画像ですが、肌が真っ白でとても美しいです。しかも本当に痩せていてスタイルもいいですよね。とても40代を迎えられるようには見えません。女優としての活動だけでなく、表舞台に立つことも多い栗山さん。2024年3月には、クランチロールアニメアワード2024にプレゼンターとして参加。趣味がアニメということでかなりアニメの知識も深く、趣味を通じてこうしたイベントにも呼ばれているんですね。女優としての活動も絶好調。2024年7月期には、主演ドラマの晩酌の流儀さんの放送がスタートしました。ドラマが始まったのが、2022年7月。それから毎年7月期になると続編が放送されるようになり、シリーズ化しました。恋愛や美しさを強調したドラマではなく、主人公の社会人がいかに毎日の晩酌を美味しく飲めるかを追求したドラマ。栗山千明さん演じる伊沢美幸は、毎日お酒を美味しく飲むために毎日を懸命に生きています。こうした、美しいだけではない役柄も見事に演じきっている栗山さん。お酒を飲むシーンが多く、顔がアップに映ることも多いのですが本当に肌も綺麗で美しいです。美容系の質問に答えることも多い栗山さんは、その秘訣について、長風呂が趣味と答えています。10分に体を温めてリラックスして、その後たっぷりと水分補給をするんだそう。お風呂の中でセリフを覚えることも多く、集中できるんだそうですよ。また撮影で火を浴びたり、乾燥する空間にいることも多いとか。そういう時は自分の肌の状態に合わせて、その都度スキンケア用品も変えているんだそうです。日々自分の体や肌としっかり向き合っているからこそ、年齢を重ねても美しさをキープしているんですね。栗山千明は若い頃から美人。では栗山千明さんの若い頃もチェックしてみましょう。女優としては、1999年に映画、四国でデビューを飾りました。こちらも15歳の時なのですが、可愛すぎてびっくりします。当時から存在感があり、圧倒的な美人ですね。それから女優としての活躍がスタートし、その後知名度を高めたのは2003年の、キルビル、でしょう。まだ10代とは思えない存在感と演技で、ハリウッドデビューを飾りましたね。このように栗山さんは子役時代からの経験を重ね、今も女優として活躍を続けています。そのキリッとした顔立ちとロングヘアは、
子役時代から変わっていませんね。特徴的だったロングヘアは、実は2023年に主演ドラマ、煙たい姉とずるい妹に出演するにあたり、30年以上ぶりに25センチカットして撮影に挑みました。30年以上髪を伸ばし続けていたことに驚きます。今後も40代を迎え、ますます活躍されることでしょう。子役時代はモデル可愛い画像を紹介。そんな栗山千明さん、芸能界デビューをしたのは5歳の時。母親の意向で芸能事務所に所属し、モデルとして活動をしていたんですよ。今でも大人気の雑誌ピチレモン、ニコラなど、ティーン誌を中心に活動していました。その時の画像が、こちら、めちゃくちゃ可愛いですね。全く大人になってからと変わっていない気がします。1998年頃の雑誌なので、年齢は14歳。中学生の時からこれだけ美人とは、さすがです。整形の噂はエラの変化から、栗山さんの若い頃の画像を見てみると、どうしてもエラが気になる方が多いようです。確かに綺麗め美人という印象は変わらないのですが、エラだけは変化があるように感じますね。衝撃的なほど綺麗だなと思うのですが、確かに少しエラが張っているようにも見えます。年齢を重ねたごとの写真を比較してみても、確かにエラが削られているように見えます。ご本人はエラについて言及されたことはなく、手術を受けたとは報告していません。しかしこれは、エラを削る手術を受けた可能性が高いのかなと感じます。それでもより美人になっていることは確かですし、表情も年々優しい印象になっているようにも見えます。メイクも釣り目にするものが多かったようですが、徐々に垂れ目っぽく優しいメイクに変わっていますよね。役柄も落ち着いた役柄が増え、年齢を重ねることによって役の幅も広がっています。栗山さんは若い頃から綺麗で特徴的な美人であることは間違いありません。ただしエラは変化したのかな、ということと、徐々に優しい印象に変わっていることがわかりました。